東海南部線は大韓民国富山広域市東区の富山鎮駅から京商北道歩行市にある歩行駅までの区間を結ぶ韓国鉄道公社の鉄道路線2016年12月30日付で東海線へ編入された元は日本統治時代の1919 19年から1922年にかけて朝鮮中央鉄道が特殊狂気線の 喜び東線として開業させた路線である。富山から慶州や綱領を経て、現在は朝鮮民主主義人民共和国の実効支配下にある元山までを結ぶ東海線の建設に伴い、朝鮮総督府による買収を経て1936年から1945年にかけて順次1 4 3 5ト、mm、ルの標準機に改めきされた。また、 富山鎮駅うるさん駅間が朝鮮総督府鉄道によって順次建設され、1934年から1935年までの間に開通した。しかし、歩行駅以北は未開業であったため、開通区間は東海南部線として暫定的に運用されることとなった。なお、1945年7月10日に歩行駅鶴仙駅間が 旅客数の減少から廃止されている。しかし、第二次世界大戦の終戦後、連合軍の軍政によって、朝鮮半島が北緯38度線を境に南北に分断されると、朝鮮戦争を経て、軍事境界線が策定され南北の分断が固定化したこともあって、重要性が低かった東海線の工事は、その後頓挫して、現在に至った。そのため、東海線は、 日本の広品線等と境遇が似ている。ただし、東海線のその他の区間は、日本統治時代に東海北部線と山直線、1962年に、例東線の一部区間として、部分的に開業している。以前は、富山地に駅から京州駅までの区間は、中央線とともに、半島縦断鉄道の一部に組み込まれ、狭う号や無群ァ号といった、 優等列車も走っていたものの、京州駅以北は大部分の列車が、京府線、東手具駅との間を往復する、通勤列車だけというローカル線となっていた。また、富山駅から富山鎮駅までの区間では、京府線に乗り入れて、富山駅を実質的なターミナル駅としていたが、2004年の KTX 開業後は、富山駅が KTX 主体の駅になったため、 東海南部線の列車は全列車が、蒲田駅発着に変更され、朝晩のみの運行になった。2010年、KTX の不山開通時、ウルサン駅は高速鉄道に、新しい駅ができたため、大和港駅に改称された。その後、不山駅発だったソウル方面行きのセマウル号、ムグンファ号の多くが、京府線経由から、東海南部線経由に変更され、 蒲田駅始発に変更された。そのため、東海南部線を走る、セマウル号、無群ファ号は増発され、1時間から2時間間隔で運転されるようになった。また、一部路線を除き通勤列車が廃止されたため、従来は通勤列車だった京州から、歩行や東手上の区間列車も無群ファ号化され、運転本数が増やされている。現状では、 富山の中心部から京州、北欧へは、富山都市鉄道1号線との乗り継ぎを含めても、高速バスや市街バスの方が所要時間が短い上に、運転本数が非常に多く、しかも運賃が安いため、現状では、平雲出駅や台湾港駅から、京州駅、あるいは伊北への利用や、蒲田駅から大野和江駅等の途中駅への利用が、中心となっている。現在、ロシア連邦などは、 シベリアランドブリッジ構想として、シベリア鉄道を使い、大韓民国、日本からヨーロッパ諸国への貨物輸送ルートを形成する計画を推し進めている。その一環に、東海線経由で、富山とロシアの沿海地方を結ぶ経路も含まれており、2000年の南北首脳会談とそれを踏まえた第1回南北閣僚級会談で、東海線を全通させることが合意されている。 2010年には、富山駅から京州駅までの区間に並行して韓国、高速鉄道系府高速線が付設された。2013年12月2日には、平雲で付近の路線が山側に移設され、3駅が移転した。2015年4月2日には、浮上信号場歩行間が新線の東海線に移設され、ソウル駅方面から、 歩行駅への KTX の乗り入れが開始された。なお、急線は、不条信号上更新機関が、円珠東線に接続する貨物線として存続したほかは閉鎖された。今後の予定として、蒲田駅対話後駅までの区間については複線化、電化する工事が進んでおり、蒲田駅日光駅間が2016年12月30日に開業したほか 日光駅対話公営間が2019年に開業予定である。また、京州付近の路線を新京州駅経由の新線に移設する計画もある。さらに、歩行駅から高陵駅までの区間の工事も推し進められており、2020年に全線開通予定である。当初は首都圏電鉄のように広域電鉄とする予定だったが、 自治体負担を強いられることで財政の悪化を懸念するうるさい広域市が消極的で結局広域電鉄の法的指定から外されることとなり全額国費での着工となった。不山広域市内については正式な伏線電化開業を待たずに2013年以降段階的に高架上の新ルートに切り替わっている。ありがとうございます。